今大阪でその頭角を現し、着実にその実力を示すエターナル。先日新体制が発表されたエターナルの新たな幹部8名による E プロジェクト発足後初となるプロモーションムービー撮影に密着させてもらった。まずはエターナルの2大巨頭、幾度となく月間売上1000万オーバーを成し遂げる天塚亮介代表取締役、店舗内最高月間売上記録を保持する帰ってきた伝説、北条大地統括。今回はこちらの2名に撮影の意気込みと新体制となったエターナルについて話を聞いてみた。HostTV.com 2024年5月某日。お疲れ様です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 。今日は新体制の幹部8人で、はい、PV の撮影をしていこうと思ってるので、スタジオはそこですね。絶対じゃん、このスタジオ。もうオーラ出てるもんな。大阪のとある撮影スタジオに向かう面々。今すごいな。早速中へ入り、スタジオの雰囲気に圧倒される。すごっ。代表も絵になってる。シャツで光、はい、かっこいいっすよね。うん、そうですね。スタジオ雰囲気僕はめっちゃ好きです。こっち系のスタジオが今日はもうかっこよくやってもらって、はいはいはい、出来上がり楽しみにしておいてください。まずは天塚亮介代表取締役と北条大地統括に話を聞いてみた。かっこいい感じになりそうですね。うん、めっちゃいい感じになりそうですね。PV の撮影自体を多分レゴリスグループっていうか、まあ、この E プロジェクトが発足してからこういう形で撮ったのは初だと思います。ちゃんとしたなんか PV みたいなのはないんですよね。そうですね、撮ってなかったですね、今まで。大手ホストグループだったりとかは、まあ、もう普通にバンバンやってることなんで、うん、逆に言ったら僕らが出遅れてた分をしっかり今からプロデュースっていう面でしっかり従業員のことも押し出していきながら、クオリティの高いお店っていうのを作っていけるといいなっていう感じで、今日撮ってもらってるカメラさんが僕が前のお店で働いてる時から合わせて、リブ自体はもう撮ってもらうの5回目ぐらいになるんですけど、まあ、一応こういう感じで撮りたいねっていう希望みたいなのを伝えてるので、まあ、そこに、まあ、テーマで全員で取り組めたら、まあ、いい感じに仕上がるだろうという。日々やっぱりこう前に進んでる感じがあるし、まあもちろんね、系列店もすごい勢いある店もあるんですけど、僕たちはやっぱ今自分たちがこう目標掲げてやってることをしっかりすれば、まあたどり着けるとこはすごいいいとこやろうなとは思いますし、まあこのままやり続けるのがやっぱ間違いないなと思ってやってるので、楽しいと思うんで今のエターナル、まあ、ぜひ遊びに来てもらえたらなって思いますね。全体制の時はやっぱりこうノリでやってる子たちも多かったですし、まあ、数字がちょっとついたから幹部であるとか、その数字の作り方が分かってるっていう男の子が幹部になるっていうわけではなかったんで、今は数字の作り方はもちろん教えてますし、まあ、それに対してこう中身が伴ってなければただ売り上げがついてる子なだけなんで、まあ、すごいホストクラブを作っていくためにはすごいホストの子が何人も必要だって僕は思ってるんで、だから新しく新体制になった男の子たちも考え方の部分で言ったら変えていってもらわないとダメな部分もありますし、変わっていってる部分もあるし、まあ、まだまだ成長途中の段階なんで、まあ、これはまあ永遠のテーマかもしれないですけど、まあ、もっともっと上のレベルっていうのを、まあ、常に目指していきながら、まあ、その先に、まあ、いわゆるみんなの幸せっていうのがしっかり待ってるって自分は思ってるんで、今のこの歩みを止めずにやっていきたいなっていうのは、まあ、いろんな状況になると思うし、苦しい時ももちろんあるんですけど、苦しい時がやっぱ一番チャンスやなっていう。僕自体で言うとまた新たなスタートの気持ちでやってますし、もちろん代表のまあ指導的に数字だけを上げれるプレイヤーになるために育ててるんじゃなくて、もちろん数字がある状態プラスアルファで
人間力であったり、そういう人として大事な部分とかもすごくこう幹部自体に一番教育の面を入れてくれてるんで、ほんまに先が楽しみだなじゃないですけど、まあ、僕自身もねきっちり自分のことは向き合ってちゃんと頑張っていくプラス、まあ、幹部の子たちもあの人間性として一緒にこう上に上がっていけるような、ね、感じになっていければ一番いいかなとは思ってますね。ホストの顔とはまた一味違った表情に彼らの明るく素敵な人間性がうかがえる。そして話は変わり、メディアで話題になっている売りかけ問題について話し出す。お店も忙しくなってきてますし、あの今までよりも、まあ、それこそまあ大体ホストクラブで繁忙期とか言われる、まあ、12月よりも客数が入ってるっていう状況が続いているので、まあ、いい接客ができてて、まあ、お客様もまた来たいねって思ってくれる人が増えてる傾向にもあるかなと思いますし、従業員のモチベーションにもつながったりとか、まあ、売り上げにもまあ直接的につながってくるので、まあ、維持しやすいかなというところと、入金率をすごくうちはこの最近のあのホストクラブの東京の方での動きもあって、まあ、グループでも一番2週の額自体も少ないですし、2週こぼれ、俗に言うこぼれてるっていう額ももう本当 99% ぐらいはない、 1% あるかな、ないかなぐらいでしか入金漏れがない状態なので、その中で店売りがちょっとずつでも上がってるっていうのが、まあ、本来の前進なのかなっていう、お店のレベルが上がってるっていうことなのかな。まあ、未就支援むちゃくちゃ上げようと思えば、まあ、別にどこの店でもできると思うんですけど、それやっちゃうと従業員死んじゃうんで。そうですね、死んじゃいますね。以前密着時に語られたのは、売上に関してはほんまに去年結構大変な時期あったんですけど、今ちょっとざっくり話すと、去年僕1回未収950万ぐらいこぼしまして絶望した事件があったんですけど、その時期だけほんまに困りました。めっちゃ大変だったんです。やめました、さすがに。割とハッピー野郎なんですけど、結局ホストクラブって未収が壊れたとしても男の子のお給料から引かれてるんで、実際ホストクラブの内部にはマイナスがないと思うんですけど、まあ、男の子が死んじゃうわけじゃないですか。そういう失敗で学べばいいんですけど、こぼれで大変な思いをした人じゃなければ売れれないっていうわけではないと思うので、まあ、しっかり入金高めていきながら保存力を上げていって、お金を受け取っていける、そのお金をさらに自分に投資してもっともっとすごいことになっていけるっていうお店の方がいい未来が待ってるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、その代わりにその求めることは大きいですよ。それやっぱり現金でお客様に来てもらって売り上げを維持するってことはお店の上が面白くないとダメですし、まあ、男の子たちがしっかりね、あの女の子との関係性を作れてないとダメですし、要求してるレベルは高いかもしれないですけど、まあ、真のホストクラブってそこにあるんじゃないかなって僕は思ってるんで、ちょっと周りよりは歩みが遅く見えるかもしれないですけど、しっかり歩んでるのは僕たちなんかなって。でも密集って怖いんで、僕自体も20前半の時にね、そういう上げ方しちゃって、やっぱ密集漏れた時に給料日の時が一番しんどいっていう状態だったんですよ。それも経験してほしくないなって思いますし、お給料を持って帰るってなんぼやと思うんで、カッコだけの数字って多分誰でも作れると思うんですけど、結局お金を稼げてないっていう現状の方が俺はまずいなって思うんで、まあ今のまましっかりしていけばね、数字も実際上がっていってますし、最終的にやっぱ良かったなってみんなが思えるんじゃないかなっていう。過去に自身が苦しんだ経験から、自分も周りのスタッフも同じ状況にならないよう細心の注意を払い、その思いがホストクラブに対して厳しい世間という荒波に飲まれることなく、売り上げを落とすどころか好調に伸ばし続けられているきっかけになったに違いない。引き続きっていうような発展あるということなんですか。はい、今日はね、衣替えもあるので、はい、楽しみにしておいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。次回は引き続き幹部陣に話を聞き、プロモーションムービー撮影の様子をお届けします。